早いと痛い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 早いと辛いんですよ。この辺なんかも大丈夫そうですか。気持ちいいっす。はい、なので私ちょっと前回多分緊張してたのもあるんですよ。はい、だから余計痛かった。あどんな痛いものなんだろうとか、うーんっていうのとか、なんかちょっとやっぱ丹野さん神経質だからなみたいなうち汚いけど大丈夫かなみたいなでも前回はあの確かに自分もこう、うん、やり慣れてない場でやるんで、そうですよね、お互い自分も緊張しました、うん、ですよね、はい、ちょっとその辺が今2回目だから違うんですかね。そうですね、いや私でも普通に気持ちいいですよ。このぐらいで受けられちゃうんですね。うん、受けられる。ちょっと痛いんですけど、はい、なんだろう、急に痛くなるわけじゃないから、はい、ちょ徐々に慣れてる感じで、はい、そんなわーわーわー言うような痛みではないというか、あの一瞬でガツンと入れるんじゃないんで、そうそうそう、押しちょっと押し込んでから体重を乗せてくるような感じで、そうそうそう、だからじわっとくるから言うほど騒ぐほど痛いとか痛いかな。結構これがその早いと早いと辛いんですよね。辛いですよ、はい、で体も緊張しちゃうし、しますしますします、やっぱ徐々に入れてほしいですよね。そうですね、でその強もみだからといって、うん、ガツンと速いスピードで入れられると緊張しちゃうんですよ、うん、だからその辺もそのじんわりじんわり、あ、そっか、あ、そっか、はい、なるほど、なんか強いって聞くとガシガシ入れようとしちゃって、はい、よくないんですね。例えば、うん、普通に揉んでる時に5の力で押すじゃないですか、でその5まで到達するまでが2秒だとしたら、うん、10の力で押すとすると4秒かけないとダメなんですよ、うん、はい、そうですね、なのでも結構勘違いされやすいのが、うん、10の力まで2秒で到達させちゃう人が多いんで、急いで、はい、うん、それだとやっぱりその自分で受けてても、うん、痛くはないけど体が緊張しちゃうんですよね。あ、そうですね、早いから、はい、うん、そうですね、なんかエイみたいな感じで入ってくるっていう、ね、そうですね、うん、反動があるみたいな、はい、うん、だいぶほぐれてきましたね。あ、よかったです、ありがとうございます。例えばここなんかも結構その、うん、垂直圧でいくとこんな感じになるんでしょうけども、うん、この辺だと結構もう外側に向かって押しちゃった方が、うん、あの骨に向かってやった方がいいですよね。ツボってちょっと骨際じゃないですか、はい、だからなんかその垂直にこだわるあまり、はい、なんかどこでもないところをグイグイやっても効かないから、はい、やっぱこう止め、ね、コツンと当てるっていうか、はい、その凝りのこう収まりのいいところに当ててほしいんで、そうですね、うん、だからちょっとやっぱその辺は狙いを見てちょっと骨に寄せたりとか、あとちょっとわざとらしくやりますけど、うん、さっき言った張力の部分ですよね。私外ちゃんと理解できなかったです、よくわかる、これだとわかります、わざとらしくやってますけども、なんか引っ張られてる感が、こっちがその強く引っ張られてるのにこっちは全然引っ張れないじゃないですか。そういうことだったんですね、はい、分かりました、なるほど、はい、はいはいはい、そこは その偏りがないように押すってことですね。そうですそうです、だからこことここがイコールで引っ張られるぐらいの感じで押す、分かる分かる、そりゃそうですね、はい、そっかそっかそっか、それでうまく押せてれば垂直じゃなくたっていいじゃんってことね、はい、そうです、逆に言うとちょっとこっちからこう遊びを取るぐらいの感じで持ってきて押し込んであげるぐらいの、そうですね、それは私もやってます、はい、そうそうそう、そこ一定にしないとやる方も疲れますしね、はい、あの変な風に無駄に逃げてる力があるから、はい、受ける方も引っ張られて痛いし、そうですね、うん、いいことない、あ、気持ちいい、なんか前より気持ちよく受けられますね。多分ちょっと弱めてるのもあります。あ、そうなんですね、はい、あの前のは、うん、こんな感じですっていうのをこう、あ、そう、確かに味わってもらうために、はい、やったんで、確かに確かに、
そう、なんかこれまあちょっと動画では使わないようにしようかと思いますけど、はい、もうやったじゃないですか、はい、あれ揉み返したんですよ。そうなんですか。そうなんですよ、はい、でやっぱただきついっていうか、ただきついまでは言わないけど、力押しなんですよね。うん、そうそうそう、はい、丹野さんのは強いんだけど、はいはい、技なんですよ。気持ちいいし、はい、そうなんか変な揉み返しは来なかったから、あの強もみの真髄ってやっぱりその弱もみに通ずるものがあって、いかに弱い力ででっかい出力を出すかっていう、まあ、結局そのモンスターには通じないんで、はいはいはい、結局そこから力押しになりますけども、ね、その、はい、モンスターになるまでは全部技押しなんですよ、ね、うん、はい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 、はい、で多分はその辺をまだこう理解してないから、そうですね、力押しでまだやっちゃってるんじゃないのかなって。そうですね、あとやっぱその力のロスがまだありますからね、ありますね、はい、だからもっと少ない力で効かせられるはずなんですよ。で多分ガチガチを落ちたところはそこの、はい、そういうとこだと思います。で自分がそのガチガチ一発で通ったのはこういうとこなんですよね、はい、そうですね、なるほどね、はい、いやまあ本当分かる人は分かりますよ、すごい上手だってことが、はい、うん、ただあまりそういう人がいないんで。そっか、まあ受けに来るのはね。、はい、やっぱ全然そういうこと知らない人ですからね。そうですね。であと結構多い勘違いが、はい、痛いのは効いてるって思ってるっていうやつね。ああそうです ね、だからなんかあのまあ、例えばその、うん、こんなとこ入っちゃったりとか、うん、変なとこ、 こう骨をしたってただ痛いだけじゃないですか。そうですね、でもそれを勘違いしたりとか、あとよくあるのが、うんうんうん、いやちょっとわざとらしくやりますよ。はいはいはい、こうやって分かる。でも下手な人そんな感じ、こうなりますよね。なるなる。でこうなると、うん、これを10分も続けてると、うん、この辺が擦れてくるじゃないですか、うん、そうすると、うん、結構その熱くなってくるんですよね、はい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 、そうすると血行が良くなったなみたいな、ほぐれたほぐれたみたいな、それも違うんですよ ね、 違いますね。結局その表面が擦れてるだけなんで、うん、筋肉はほぐれてもないし、炎症も起こってる熱さですよね、はい、うん、ただその引っ掛け傷みたいな感じですもんね。でもまあそれが何なんだろう、一種はそれで通ってる部分もあったり、はい、なんかコインで擦ったりするやつあるの知ってます？わかります、ね、なんかあれとかって多分そんなやつじゃないですか。かもしれないです、ね、表面を、まあ、傷つけてなんか血行を良くしたっていう風に思ってるみたいな、はい、うん、この辺結構温まってきたの分かります？うん、温かいですね、柔らかくなってきてる気がします、はい、はい、うん、なんかまあそうなんですよね。私なんかあの他の人に比べるかなと思ったんですけど、次に丹野さんにもやってもらったら、はい、あ全然違うなって、やっぱりまだ、はい、あの手押しだなっていう、はい、きついなっていうのを感じたんですよ、はい、うん、だからそれがこう突き詰めた結果なんですよ。うん、まあね、10年やってますからね、私もそうなんですけど、しかもその自分の場合はやっぱりその10年考える期間がずっとあったんで、うん、その突き詰められちゃったんですよね。うん、忙しい時間なんかなかったから。